ぶり。今回もトータルウォースリーキングダム実況していきたいと思います。前回は、京都が再度宣戦布告してくるも、孫悟と従属化という条件で和平を結ぶことに成功したところまで。いい感じに孫悟と和平できた上、式も従属したことで南部が一気に安定したよ。その代わり、京都にはやや苦戦してる感じなんだよな。質より量で押されてる感じで、少数精鋭気味の曹操軍では対応が後手に回ってる状態なんだよね。孫悟が片付いた以上、全力で北上して片付ける所存だよ。じゃあ、曹操軍最後になる和津の北伐、頑張っていこう。見てもらってるのは前回従属化した孫悟よ。従属したといえ独立する場合もあるから安心できないよな。そう思ってね、今回は少しチート的なことをしていこうかなと思うよ。卑怯霊夢久しぶりに登場。チートといってもプレイヤーの方で改造とかじゃないからね。で、何をしようかというと、従属国を併合しようと思うよ。そんなことできるの？できるようだね。今まで確認してなかったからできることに驚きだったよ。提案にプラスマイナスもないから押し付けるだけか。一応、最後の受ける受けないの選択肢は相手国が持ってるのかな。従属国に選択肢なんてない気がするけどな。そう言われればそうかもね。まあ、要求してみよう。少しまだあったけど、忖度が承諾。孫悟両を併合、これで統一に一気に近づいたね。そうなると、式と公孫氏も併合しちゃえば。さすがに併合した後すぐにもう一度はできないみたいなんだよね。となると、少し間を置いてか。領土だけじゃなく部隊も一緒に引き継いでるので、益州に近い旧孫悟の部隊に。孫策投入。予算の都合上最新部隊にはできないけど、フルスタック部隊を率いてもらうよ。ここで京都からは平行省。断固拒否。と言いたいけど、ここは受け入れるよ。え。北伐。孫悟を併合したことで起こる事態への対応のためというこ。Good day to you. で、まずは南西を済ませたかったんだよ。まだ生き残ってる漢帝国の調査の町を京師隊が攻撃。安定の移民勝利。安定の公孫氏に巻き込まれ蜀漢との戦争開始。まず第一に脅威がこの蜀漢との戦争開始。京都攻めがうまくいかない中、後ろから攻められたらやばいもんな。そう、現状曹操軍ほぼ全軍で当たらなきゃ京都征伐に時間がかなりかかることが予想されるんだよね。挟み撃ちでさらに戦況悪化すると、長安奪われるかもな。そういうこと、一つ一つ片付けていかなきゃないってところでの和平だったわけ。もう京師隊は安定しまくり。今度は霊陽の巻き攻めを移民で。勝利。今度はこちらの安定し出した総人隊が。霊陽の町を移民勝利。前線勝利中の京師隊が。黄金島の反乱を鎮圧。今度は帝京隊。蜀漢の町を攻め。勝利。今度は交渉孫策が。蜀漢の城を見事攻略。Order has been restored. さらに京都攻めをしていた曹操隊と新設部隊1号が京路の町攻め。負けるわずがなく越州侵攻への足がかりを獲得。In time, they will thank us for this. ついに曹操が越州の地に突入。見事越州初戦を勝利で飾り喜ぶ曹操。ここで長年共に戦ってきた遠家が連合から離脱。なんか嫌な予感か。そう、私はこれに備えていたんだよ。やっぱりお前か。一応、公孫氏は遠家に宣戦布告された側だから。まあ、悪いわけで、ないとは思いたいね。
受けなきゃないのか。って、いきなりの延期、曹操の本拠地を強襲。公孫氏の部隊と共に撃退できたけど、京都の時と一緒で曹操領にかなり入り込んでるんだよな。そうなのよ。そういうことか。まずは延家の南の領土を奪い取ってから、再度北伐が始まるのか。さっきのまま北伐に行った場合、南の領土を延家に荒らされてしまうんだよ。少し未来を知ってる感じだけど。まあ、いいか。そして、予算の都合上解散させたかった孫悟の部隊を南西に使用していくよ。もうどこの誰かわからん部隊だ。でも、無事勝利。こちらでは同じ旧孫悟部隊の休養機が率いているよ。休養機さんはきちんと南西中で巻き攻めに勝利。そして、一時追い詰められた新設に豪が京都領を越え、武都の巻き攻めを敢行。今までの鬱憤を晴らす勝利。ここからは延家のターン。まずは楊州の巻きが陥落し、今度は橋の城が攻められ、陥落。延家戦は孫悟の活躍の場。延家の部隊を旧孫悟部隊が強襲。存在を出しつつも見事に撃破。延家の南方領を潰すべく巻き攻め開始。孫悟の意地を見せてくれてるね。中国全土を戦場とする曹操軍は、今度は長路の本拠地漢中攻め。新設1号が漢中を攻略。かなりの損害を出したけど。おや、京都軍の様子が。は、和平結んだわずじゃないの。何が起きたのかよくわからないけど、京都軍改め鍵軍が攻撃を仕掛けてきたね。で、近所の町が陥落。南西がもう少しで終わりそうだから。なんとかなるかな。どうやら、蜀漢が参戦を要請したようだね。前から思ってたけど、蜀漢と黄巾の同盟とか、わけわかんない。普通に考えればね。新設に豪華鍵軍と蜀漢軍に攻撃されそうな状況に。逃げろ。奇襲に失敗。付近の味方を巻き込んでないね。勝てるみたいだけど。委任でい。撃破できなかったけど、脱出はできそうかな。移動距離が。両行軍でなんとか曹操隊と合流できそうかな。合流にかけてみよう。今度は延家、長江以南の最後の領土を奪いに行くよ。もう最後か。これで長江以南はほぼ曹操領に。延家を追い詰めるべく、北伐並行していくよ。帝京隊が初の水上戦へ。相手は馬長隊、一度は逃げられるものの。二度目で補足。水上は妖武たちが押してる移民しかないので移民でー。ああ。船が沈んでいく。陸上と水上か。私はまだ陸がいいかな。食感も風前の灯火で、南方がほぼ片付いたので。式の処遇か。正直役に立ってるとは言い難い動きなので、南方が片付いたこのタイミングで孫悟と同じく併合しようと思うよ。やり方は孫悟と一緒で、式に併合をされるよう求めていくよ。式はどうするかな。この選択に拒否権がないといいんだけどね。長い交渉の末、式は併合を承諾。これで、南方がほぼ片付いたのか。長かったね。というところで、今回はここまで。孫悟、式と外交併合しほぼ南方が片付いたのは大きいね。その代わり、今日の一戦を忘れたけどな。戦ってたと思ってたら、
見事に戦ってなくて焦ったよ。もう忘れずにきちんとやってほしい。そこしか見せ場のない武将たちもいるからね。じゃあ、次回はあると思う一戦と、ついに始まる本格的な北伐をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。